はい、ディスプレイが終わって、次は、ソフトの方なんですが、で今 CNC の中に入っているアルディーノと CNC シールドのソフトはまあそのままとして、ラズパイの CNCJS もまあサーバー側はそのまま使えるかなと思っているので、今回あくまでもクライアントのブラウザーっていうんだけをちょっとセットアップしたいなと思います。クライアントに使うのは今回まあちょっと本気で使うの初めてなんですけど、Chromium OS for Raspberry Pi っていうのがありまして、これはもう Chromium OS を 純粋に起動するだけなので、まあラズベリーパイが Chromebook 的な使い方ができるようになるっていう、まあ、OS ですね。ちょっとメモリーとかその辺が心配なんですけど、今回はもうキオスクモードで CNCJS のウィンドウだけを開くっていう目的だったら、まあ 8GB のラズパイと普通の SD カードで事足りるんじゃないかと思ってちょっと挑戦してみます。まあ、これでまた同じような症状が起こるだったら、もうちょっと本気でパソコン使うことを考えるかなっていう感じですけども、まあ、このアプリケーションもセットアップは簡単で、イメージファイルをダウンロードして、Win32 にディスクイメージャーかバレないっちゃーみたいなので SD カードに書き込むっていう感じですね。早速セットアップしようと思いますけども、本番用のディスプレイを使いたいので、ちょっとスタンドが今ないというか、もうこれ標準でついてるカバーがですね、もう粘着テープ貼り付け式なんですよ。でちょっとこれ本番は使わないので取っとくとして、今回はいつも通り F 型クランプでいきます。いいスタンドですよ。最近100均でも売ってますけど、ね、よいしょ、こんな感じで、よ、ちょっと映り込みを気にしながらなんで難易度高いですけど、はい、こんな感じでいきたいなと思います。で、ラズパイにさっきの ChromeOS をセットアップした SD カードを差し込んでですね、ミニ HDMI をマイクロ HDMI に変換するケーブルで今つないでますね。これもちょっと L 型の HDMI の変換アダプターみたいなのがあるということなんですけど、こんな感じでつないだ上で、タッチパネル制御用のタイプ C のケーブルを、コードがいきなりぐちゃぐちゃでドン引きですけど 今度はラズパイ本体の電源をタイプ C to タイプ C ケーブルでつなぐと、もうこれで映っちゃうはずですね。これでちょっとケーブル挿します。サクッ。今んとこあれですね、タッチパネル用でつないだつもりの USB で電源はいってますけど、これ、あ、起動してるな。お、来た。キーボードがないと怒られますね。この怒られるのが初回起動だけだったらいいんですけどね。キーボードいることあるかな。実際運用し始めて CNCJS で G 打つことはほとんどないはずなんですけど、ダメかな。はい、今ちょっとキーボードとマウスはタッチパネルで多分認識したので OK ですね。コンティニュー。で、ウェルカム。で、Wi-Fi の接続ですね。はい、Who's using this Chromebox? You. Sign to your Chromebox. ゲストユーザーみたいなのないかな。ないか。はい、設定完了。なんだこれ。この白い画面は何なんだろう。何かが出るつもりだったのかな。来ましたね。はい。ちょっとこれ、ああ、でもちっちゃいかな。なんか、ちっちゃいな。もうちょっとボタン大きいですよね。拡大率で変えれるかな、これ。文字の大きさ。レスポンシブになってるらしいんで、ちょっと狭いな。これだと狭いんだよな。こんなもんかな。これで全画面にしたらちょうどいいぐらいじゃないかな。こんな感じかな。とりあえず CNCJS クライアント端末ということですね。これでタッチで全部いけるんじゃないかなと踏んでます。圧倒的に楽ですね。よいしょ。ピンチは効かないのか、これ。ピンチは効かない。おお、どっか行っちゃった。まあ、ちょっとここはグリグリすることがあるかっていう感じですけど、まあでもこれで、ジョグが全部タッチパネルでいけるので、
ああ、いい感じですね。指でいけるな。もうちょっとこの辺のボタンが大きくてもいいかなっていう気がしますけど、まあでもちょっとこのシリアルの音は見てたいっていうのもあるし、まあ、ここはまあそこまで重要ではないですけど、動いてるかどうかっていうのはちょっと見たいっていうのもあるので、よく使うのってまあこのジョグのこの部分と、このまあ下にあるマクロと、まあ、この GRBL のフィードとかスピンドルのスピード、オーバーライド系を結構私は使うことがあるので、ディスプレイが多分大きかったらっていう考え方もありますけども、こっちの後ろにある15インチのディスプレイで表示してもボタンのサイズ感的にはまだこっちの方が大きいんで、難しいとこだな。これ拡大する感じかな。これで拡大していけばちょっとボタン的に押しやすい感じにはなるかもしれないけど、という感じですね。なのでちょっと今回は、まあ、この7 9インチのタッチパネルディスプレイと、さっきの Chrome OS 入りのラズパイっていうのをクライアントにして、ちょっと操作コンソールにしてしまおうかなと思ってるので、このディスプレイの裏にまあベサマウント75ミリのネジが切ってあるんですけど、それをうまく使ってアームにラズパイとこのディスプレイを取り付けた上で、まあちょっと配線をうまく後ろに隠す感じにして、まあ、空中に浮かせる感じの配置でちょっと頑張ってみようかなと思います。はい、ディスプレイのマウントの件なんですけど、まあ、ちょっといろいろ Amazon とかアリエクスプレスとかを見た結果ですね、なんかこの辺の道具を使えないかなって感じで揃えてみました。で、新しく買ったのはですね、これとこれ、このケーブルとこのクランプかな、これはちょっと家に使ってなかったスモールリグのアームなんですけど、これでいこうかなと思います。はじめあのベサマントのアームかなんか使おうと思ったんですけど、まあちょっと仰々しいのしかなくてシンプルなアームっていうのがなかったので、今回ちょっとカメラマウントの感じで頑張ってやろうかなと思ってます。 HDMI とかに関してはちょっと USB の Type-C のケーブルがいいのはパッと入手できなかったので、そこだけはちょっと後回しになるんですけど、こんな感じのやつですね。この L 字になっていて横には飛び出ないっていうタイプのコネクターで、こんな感じで後ろに回すって感じですね。ケーブルはこのディスプレイが HDMI が、ミニなんですよ。で、だいたいミニケーブルの反対側って標準ケーブルのことが多いんですけど、ラズパイが逆に今度マイクロなので、ミニトゥマイクロってケーブルになるともう選択肢がほぼないってことになってしまうので、致し方なく今回はミニトゥノーマルのメスっていうケーブルと、もう一本のマイクロトゥーノーマルっていうオスのケーブルを見つけたので、これとこれをこうやってガチャンコして、これでミニトゥーマイクロの変換ができるって感じですね。映像に関してはこれでいきたいなと思います。で、 USB はちょっと今は手元にある、まあ、横には出っ張ってしまうんですけど、ありもののケーブルでつなぐとして、ディスプレイマウントはですね、このベサマウントっていうのを今回ちょっと使おうと思ったんですけど、いいのがなかったのでこれですね。ちょっとアマゾンで評価いいので買ってみたんですけど、すごい作りいいです。タブレット用のクランプって意外とたくさん種類はあるんですけど、どれもプラスチックでできててグニャングニャンというか、まあとりあえず固定はできるよねっていうぐらいのものしかほとんどないんですけど、まあ結構そういう中でもレアなタイプで、完全金属製でできていてクイックのリリースレバーがついていて結構簡単に使えるんですよ。これで大型の枠を調整して、上はちょっとネジでスクロールできるようになったので、ある程度ちょっと上を伸ばした状態で下から挟み込んで、下はホールドした状態にして微調整をこのネジでやるという感じですね。剛性はすごくいいので、これちょっとカメラマウント系のネジを使うんだったらありかなと思いました。で、カメラ用の三脚穴はここの背面のセンターに1個っていうのと、あとそこに1個あるので、まあ、こういう取り付け方もできるし、ここから取り付けることもできるって感じですね。で、今回は、スモールリグの短いクランプをちょっと余ってたのを見つけたので、これを裏のセンターのところにねじ込んで固定する感じにしようかなと思います。よいしょ。こんな感じですね。肝心のラズパイなんですけど、ラズパイはやっぱりちょっとむき出しだと裏が平面でもないし、取り付けて
このネジ穴使うしかないので、ひとまずあのシンジバース探してみたらベサマウント用のケースっていうのがデータであったので、それをインストのままにさせて使おうとしました。データとしては100ミリと75ミリのネジ穴がちゃんと開いているタイプなので、この今回は内側の2個を使って固定するというイメージですね。なのでラズパイをこうセットしてこんな感じにして、この2箇所のネジで、あとでこのはみ出る部分はニッパーで切っちゃいますけど、こんな感じ止めてしまうかなとちょっと思ってます。ひとまずちょっとそんな感じでディスプレイ本体にうまく取り付けれるようにしようかなと思います。センターにしようかな。ちょっとラズパイつける位置がすごい悩ましいなと思ってますけど、横向きにしてセンターにつけて端っこでクランプしようかな。ちょっとあんまりクランプの位置をオフセットかけるの好きじゃないですけど、これセンターでケーブルが外にあんまりはみ出ないような感じで取り付けようかなと思います。はい、仮組み締めました。こんな感じですね。ちょっと結構ごっちゃごちゃになっちゃったな。こんな感じですね。ディスプレイ本体が正面がこっちだとしてると、これディスプレイの裏側なんですけど、このさっきのクランプでディスプレイとアームをつないで、もうここで支えておくと全然大丈夫な感じ、剛性はありますね。でベサマウントにラズパイをつけて、HDMI とタッチの入力兼電源ですけど、ケーブルをラズパイにつないで、あとはラズパイ自体に電源を供給するタイプ C のケーブルを1本つなぐと完成のイメージですね。ちょっとこれを CNC のところに1回ちょっと取り付けて使い勝手を確認したいなと思います。本体のところを持ってきました。で結局ですね、電源1本で動くようになってねですけど、起動した時に自動的にログインしてブラウザーで全画面表示ってところまで行くキオスクモードっていうのがこのクロミアム OS だと厳しいですね。あのラズパイのクロミアムっていうブラウザー使ってる時は、自動的にログインしてブラウザー起動してブラウザーの中で URL 叩いて表示までやった上で全画面表示っていうのができてたんですけど、でも実際にこのパスワードさえ入れてしまえばめちゃくちゃ快適なので、どっちがいいかなって感じですね。ログインをちょっとすると、今このキーボードを使ってるんですけど、ソフトウェアキーボード出るんですけど、これはログインの時に出せればいいんですけど、ログインの時これうまく出ないんですよね。ちょっとなんでかわかんないですけど、でこれでもう操作は簡単で、こんな感じですね。左右はちょっとこのフィードとかのオーバーライド画面をちょっと上に持ってきてこれでやる感じかな。今までこのキーボードを使わないと絶対できなかったことが今タッチだけでできるようになっているので、操作としてはすごく快適になっている感じがしますね。あれですね、やっぱりちょっとこの画面が起動しただけで出てくれるようになるといいんですけど、ちょっとクロミアム OS でそれができる方法が今のところちょっと Google のアカウントでサインインするっていうのがなければできそうな気がするんですけど、そこだけなんだよな。クロミアム OS でもうちょっといろんなアプローチをしてみるのと並行してクロミアムがうまく快適に使える OS 環境っていうのをちょっとしばらく探してみようかな。前の環境が本当はこのタッチパネルでできるとフリースタイルしなければその方が快適なんですけどね、ちょっとそのあたりの試行錯誤っていうのをやっていこうかなと思います。今ちょっと全画面表示してるんで CNCJS しか触れないですけど、これ全画面やめてしまえばもう普通にパソコンとして使えちゃうし、 Chrome アプリが使えるんで Keep のメモとかそういうのとか一緒に使えるっていうのがいいですよね。あとあれです、G コードのこのアップロードがちょっと今までと変わっちゃいますよね。この上に今従来環境がいるんですけど、今まではそのラズパイの中で動いたラズビアンの OS で、3番のサーバー立てて Windows のパソコンとかで作った G コードのファイルをその3番のファイルにネットワーク共有して投げてたんですけど、ちょっと今回からちょっとクロミアム OS 上でファイルを開くことになるので Google ドライブ使うかな。 Google ドライブ使ってやる感じか、3番のマウントをしてる感じか、ちょっとこのクロミアム OS 上に G コードをどうやってうまく持ってくるかっていうのをちょっと考えないといけなくなっちゃいましたね。ちょっと考えることは増えましたけど、なんか操作する快適性はすごく上がってるのでどうするかちょっと悩ましいところですね。なんかこういうドロップボックスとか Google ドライブとかそういうのを使うのが一番早いのかな。フォルダの参照基本的にできるけど、パッと直感的に選べるフォルダっていうと多分 Google ドライブになっちゃうと思うので、 Google ドライブ上で共有するのが無難かもしれないですね。そんな感じでちょっと今回の CNCJS のコントローラー化っていうのはこんな感じで運用しようかなと思っています。